アイクルこれどうせ俺死んでなかったらインポスターって言われるから、もうここまで来ると。エレキガチャガチャいきます。わざとじゃないはないよ。ちなみに人外やんねろちゃん、わざとじゃないはないよ。だってわざととかクソもない、そもそもね。ほい、見てない宿舎たまき左からどうぞ。エンジンタン。エンジンない。チンコクピットなし。コクピットもなし。石油タン。あれ、俺石じゃなくてメインかな。メインか石です。いや、メインはメインはハイブリです。石油っぽいっすよね、多分。いや、石油っすよ。あの俺がエレキを打つとき石油が分かるんですよ、うん。そう、メインからメイヤーさんが来たから。あ、トータさんいたんの。僕すぐ右へ行きました。竹尾さんを俺も見てないです、あんまり。で俺バイタル最終どこ、ちなみに、うん、石油で終わってる。僕はバイタルターンでエレキの勝ち行った時に名門もたって、その後貨物行ったらゲンさんが貨物の上から下ってきてる。で貨物先があるゲン、はい、うん、じゃあネロあるゲンできなくて、武器庫の中で死体が光ってます、はい。あ、多分僕もできないです。ケンさんに見られてるはずかも。じゃあその辺できます、はい。武器庫の中が最後扉閉まって、下見てないんだけど、まあ貫通してないと思うけど、扉が閉まってて武器庫の中で光ってるから武器庫の中で死んでるはず。下側、下側ですね。ネロ、ごめんね、うん、ネロアルゲンが検視して無理なのよね。右の人が絶対できない。で、はい、メアブリも無理で、まあ、その死体がってことですよね、うん、どれか分からないよ、うん、見てないから。ボタンだからまあ無理じゃね、それは。武器庫は、うん、武器庫は無理じゃない、うん、無理じゃない。高竹だけじゃない。そうだね、うん。で始めますか。じゃあ、うん、でいいと思う。俺エンジンからコクピットも寄って、で武器庫寄って、最後下行って光ってちょうどボタンだから、で死体の位置はちょっと見えてないから、ただ映りそうだから俺貫通して、もしかしたらキッチン側の可能性あるけど、うん、最後扉閉まるのと同時ぐらいで光ったような感じでボタンだったから、はい、そんな感じです。あ、違う、俺シェリフだ。おお今忘れてたわ。すいません、ちょっと白振りません。俺シェリフで逆に白いんだけど、俺はナチュラル、ナチュラルウォンで白振りました。俺ね、忘れちゃうよ、たまに。シェリフでした。ごめん、なんか貫通からみたいなの下りとか。ジジイ危ないこれおいじゃねえかよ。議論する意味もねえじゃん、もう。シェリフが上に行った。自爆させて、高田さんに。近寄ってうろうろして自爆させてな。ほら、切ってみろよ、つって。エレキか。あ、直さない、死ぬから。ここまで来たら最後で生き残るよ、俺は。絶対に、絶対に最後まで生き残ります。はい、ナイス。これどっちの死体かが分かんないから。脳死スキップ入れちゃった。だってさ、うん、だっては宿舎脇でしょ。うん、何をしたの。救急、着替え、ミーティング。ミーティングは何もしてない。ミーティングは何もしてない。遅いです。短いな。これさ、タン脇って誰、そもそも問題。今生きてる人だとネロもプテ、ネロプテぐらいで、アルゲンが右だよね。貨物ですね、貨物で、ハイブリッドさんと死人があるんだっけか。いや、違う、ね、トータスが、ね、うん、僕は最初から上に行ってて、ラウンジの配線やってアーカイブの本タスク途中までやってるって感じで浮いてはいます。ゲンは貨物で停電を直してます。その後バイタルから来るトータスさんを見てる。ハイブリッドさん何したんですか、メインで。
俺、はい、ハイブリさん、はい、俺女性に最初入ったやんか。女性ちょうど10秒経って終わりきりのメインエレキ降りた時に5番から上がってくる迷惑とすれ違って最後勝ちができてない。5番から8番に上がってくる明也君とすれ違ったと思うんだけど。はいはい、まあハイブリさんがそうっすよ。ハイブリさんはまあ左側の武器庫のキルは絶対無理で、ただ俺の場合はだからアルマ君と一緒で、アルマ君、じゃあアーカイブに単脇の人がいた場合は俺はシャワーとかで切れる、降りてきたら。そうっすね、まあ、だからメイン側でハイブリさん切れる場合はメインで切ってエレキに降りてきてるパターンです。逆にハイブリさんから俺に隠しろが出ると思います。隠しろ出る、明也君隠しろで。ゲンさんも後半の死にあるんだったらどっちにしろ僕視点でも無理だと、うん、トータスさんと見合ってその後ネロちゃんともあったよ、うん、メイもゲンこれさ生きてる。だってハタサコとフジメ両方ともが見られてないから俺の死体見えたのもどっちか分かんなくて、普通にシンプルに浮いてる人が切ってるような気がしちゃうんだけど、うん、まあ僕はタスクルートフレしか本当にやってないから金庫宿舎ぐらいで停電になってミーティングのはしご登る前ぐらいで開けてボタンです。一応今回の停電俺が直してます。うん、で浮いてるのがプテあるぶりぐらいじゃないの？アルマ君は浮いてることというか単純にアルマってだって死にあるわけでしょ。貨物脇が原産と一緒で、ただアーカイブ脇が空いてるからって感じです。あ、釣らないんだ。まあプテ釣ってもよかったと正直。浮いてるとかいうことじゃなく、生きてるハタサコフジメの死人が出てないから。エンジンシックを僕にしましょう。いや今執行しないめんどくさいから。するなら今なんだよ。釣らなくなっちまったかこの村も。ここで思い切りがいいよくて、これでプテがクルーだった時はジンガが有利になるし。インポスターの時はもう終わるっていう、そのぐらいサクサクしていた高田村が今はこのざまですよ。はい、まあ、8人で執行するぐらいだったら釣るけど、釣りでいいと思いますよ、ね、うん、釣りになるよ。執行するぐらいなら8人で執行とかめちゃくちゃ弱いから、1体陣が落ちてるんだな。ちょっと確認しますか。じゃあもう僕を、まあそれだったら釣る、うん、なんかいや、はい、結構なんかプレッシャーじゃない、なんていうんだっけ、こういうの、なんていうの、バイアスかかっちゃってるから。ヘイトが向いてるって、ね、ヘイトが来ちゃってるから。しかもなんかタスクルートで疑われちゃったからね。いや、タスクルートじゃなくてなんか長かったから停電開けてからが、ん、あ、その時は開けた時はあのミーティングのはしご下にいたから。僕はトータスがセキュリティで鬼気と湧いてるのよね。いや、それがだから滝尾さん見てないから、滝尾さんは違うところで湧いてる可能性ありますよね。その前は頼まきす、はい、あ、そこがあるな、すいません、忘れてください、確認って言ったけど。僕が陣内の場合は隠しろ1か、私は隠しろでいいと思ってて、私は後半にトータスさんとネロちゃんを右で見てるんですね、うん、なのでエレキでお肉が作れないってことが証明されればネロもまあ隠しろでいいかなって思ったんだけど、うん、トータスさんの今の話聞いてなくなりました。ゲンさんはアルゲンの2陣外以外ないっす。アーカイブ分けるいや、赤いバキいないから、いないだから僕がアルマが、そうだね、はい、容疑者よね。貨物脇から上に速攻で行ってて、ラウンジ配線、本タスクってやってるから、こっちに来れないから、現在僕から隠しろ、どっちにしろってる。まあ、ってやるあたりすれば、いや、ハイブリ、あの赤いバキだったら全然ハイブリさんも弾けない。俺がある。メイン側で結構フリーの時間がある。そうそうそう。メイン側だったら、俺がアルマ君のその貨物を閉じてるのと同じ感じでメイン側を閉じてるような。いや、なんか新書院でな、ゲンメイヤーに隠しろ出してるのハイブリさんだから。いや、でも俺が言ってる。ゲンさん隠しろと僕ですよ。いや、まあまあ、そうね。でか、別にどっちの視点でもそうやし、俺、メイヤー君から責められてるけど、メイヤー君はそもそも隠しろやかと思ってるから、僕の隠しろゲンさん取らないでください。攻めてるっていうか、ハイブリさんは弾けないよっていう話ですね。うん、ハイブリさん視点で僕が白で出ますよねってことを確認したい。僕今のターン2ターン分ぐらいタスクやってないから、まあ釣り進行でいいんじゃないですかね。釣り進行すんの？俺タスク全然いけるけど。俺もまあ頑張れ、全然頑張ればいけるよ、頑張ればいける。まあスキップでいいんじゃない。タスク終わるやろこんな。オッケー、タスクにします。8人いるし、ゲンの隠しろでも多分いろんな方から出せると。あ、てか、まあ、ゲンメはまた隠しろでいいんじゃない、いった。うん、うん、まあそう、ゲンさん特にサボも直してるもんね。そうそうそう、貨物停電直してるんだから、ネロもだいぶ厳しそうな気がするけど、うん、俺ネロちゃんとゲンさんの間にいてるから。うん、逆にネロちゃんはモモ名の間にいるんだよな。だからこそなんかもう普通にプテツってハイブリアルマ2択決めればいいかなって思うんだよな。
議論的にはまあハイブリさんの方が人外っぽくは聞こえるかな。隠しろを出させたのは俺だしね、そもそもね。ネス、すばらありがとうございます。おそらくなんですけど、うん、ね、僕とトータスさんの間にいるのがネロちゃん、うん、でネロちゃんとゲンさんの間にいるのがトータスさんみたいな感じになるから、だいぶネロモモの白濃度も高いから、うん、高いと思う俺も、うん、で幻明矢が隠し色になるんだったら、まあ、プテツリからのアルブリローラーとかも全然できる場面だと。サンツリでもよかったな、いやそうそう、うん、俺はそう思っちゃったな。そう、なんなら釣り執行釣りでもいいよな、うん、って思ったのでプテにさっきまで投票してました。まあそれでいいですね、エレキではメイヤーさんと即合流してるから諦めてるプテ。いや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 、なんかずっとなんか、ね、ずっと釣り進行提案してる、なんかもう、うん、無理だみたいな感じが漂ってるけど、そういうわけじゃない。まさかまさかね、そんなね放棄するようなことしないよね。まさかからも出てたぞその雰囲気。これ誰が一票入れてるの。そんなことしないですよ僕が。そうだよ、ね、やる気ないみたいな。誰の一票今のは。ゲンです。あ、ゲンプテなのかな、まあ、プテはマットさが、マットっ ぽさもあるからな。バッチンコ、このターン僕は死ぬ。3番どこだっけ、もう覚えてねえよ。初手切りのことばっか考えてたから。3番ここだ。4 5 6 7、ガチャ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 。いやこれ結構まずいんじゃないこれ。これドリームミーティングにキル入ってる可能性あるね。おお押せる。高田さんはねシャワーの奥の覚え芸のところにかなり長い時間いてました。あ、じゃあ光ったかも。今俺カンカンタスク終わってカンカンタスクに入るときになんか一瞬光ったような気がしたんやけど、見てなくて、うん、そのタイミングでゲンさんがね、多分奥へ行って、うん、僕、シャワーの奥行ってるゲンさんを見た上で、多分プテさんともう一人ぐらいいてたと思う、シャワーに。そういたね。うん。100年前ぐらいに。僕は今、アーカイブです。え？メインエンジン宿舎昇降機アーカイブです。プテさんずっとアーカイブ？そっから。じゃあシャワー、メイン、エンジン、宿舎、昇降機、アーカイブです。そのタイミングのシャワーは僕やな、多分その、トータさん見たもう一人、はいはいはい、100年前のシャワーは僕。うん。でもさっき釣らなかったんだろう、タスク進行ね。まあ、タスク進行、まあ、タスクでいいと思います。あと配線2個なんで終わります。はい。ちなみに、俺ちょっとかかるわ。かなり待ってから押したんで。大丈夫ですか？ありがとう。何もいりゃ。いい。大丈夫かな。多分でもシャワーで合ってると思う。多分光ったと思う。太田さん白いと思うな。いや、隠し色ですよ、この方は。うん、ほぼ。いや、その、マットもないかなっていう。ああ、そうですね。うん。当てでの。もうタスクが終わるで。まあ、1キルなのはありがたいね。1キルなのはもう。終わりですから。さて、あら、あかんね。これも今キル入ったんで、間違いなく今キル入ったんですよ。時間的に。わかります？時間的に今確実にキルが入りましたと。
したら人外や、あいつやんもう人外。はい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 、まあアルマは人外だろうな多分。うん、そんな気がする。なぜ今昇降機の扉が全部閉まってる状態で、あ、ええ、ミーティングでタスクやってボタンなかったから降りて移動しただけやけど、まあタスク終わったから。ちなみに僕も終わってます。すいません僕です。おや、終わってます。ちなみにゲンさんは停電になった瞬間ぐらいはシャワーから多分メインの方へ行ってると思うんやけどな。アルママットハイブリインポサレ。え、でもメイヤ君ってタスク終わってる？あと1個です。メイヤ君が終わった時点で終わらへんかったら俺来る確定よ。 OK です。確かに、まあ普通に謝罪してもらいましょう。ハイウェイさん後で。いや俺心広いからそんなんで怒らへん。いや僕はもう普通に待っとって侵害です。なんで推理、なんで推理したら怒られんだよ。侵害、うん、人のことを強靭、頑張ります。強靭呼ばわりしてる。強靭野郎がひどすぎどう考えても侵害だろあんな。逆にクルーだったら謝罪してやるよ。クルーだったら謝罪してやる。は？なんで俺こんなタスク長い？宿舎左ちょっとまああと1個で終わります。すいません、うん、まあ、ハイブリさんかな。まあプテっぽいな。そうなるとな。ねえねえのちゃん、中野アルマが人外っぽいでしょ。うん、侵害です。そのプテなしポスターじゃない。まあどっちでもいいんやけどなんか出たよ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 。シャワーアーカイブ弁当、シャワーアーカイブ弁当、シャワーアーカイブ弁当ですか。まあハイブさん俺あのミーティングのくだりで疑ってないからプチだと思うけど、まあいいじゃない、うん、タスクで、うん、ハイブさんです。いやちょっとリアクターが怖かったんでおあのレポートしちゃった。 まだワンチャンあるぞ。スキップスキップ。ワンチャンないですよ。まだワンチャンある。ミーティングだ。貨物に2連続でハイブさんが湧けばいける。あと1分ですよ。いけるって30ミリセット。いつもいやそんな耐える諦めてたでしょ2手目ぐらいから。いやもうすげえ諦めてる感出したらなんか逆に釣られないかなと思ったけどでも本当に釣られなくて、うん、えやべえなんか、ま、長くなっちゃったみたいな俺勝てないだろうになんか長くなっちゃった俺もめちゃめちゃタスクが来るあるかなって思っちゃったよしじゃあ行きますかね。はい、じゃあ